か？怪物？あんたバカ？というか誰？どうしてここにいるの？逃げてきた？それで何を聞けばいいのよ。どこに怪物がいるっていうのよ、この臆病者。私疲れてるの。本当に何かが隠れているんだったら、静かにするか出て行ってくれる？あれは何？あんたたちが作ったんじゃないの？そう。気安く触らないでよ。黙ってちゃんと案内しなさい。
私の匂いがする。でもこの匂いは確かに。これは。終結のため私に投票。1972年11月には兵たちを家に返します。あれを見て。確か1672年6月、でもどういうこと？立っていてもせいぜい10年ぐらいだと思ったのに、なぜ？分かったわ、あんたよ。そうよ、私の計画における唯一の変数はあんたの存在。忘れて、何の役にも立たないもの。まずは私の家を見つけないと。私に何の関係があるっていうの？バカね。そもそもあんたがここに来たのは自業自得でしょ？それに誰もあんたが帰るのを止めないわ。自分で道を探すことね。あんたバカ？どうやって1972年に来たと思ってるの？手品か何か？鈍い男ね。もう十分説明したでしょ。私にとっても想定外なの。できることなら私だって帰りたいわ。でも仕方ないの。1672年には戻れないって意味よ。1972年でどうやって生き残るか考えなさい。
自分で考えなさい。ねえ、ちょっと、ねえってば。ようやく目が覚めたの？ずいぶんと寝ぼすけね、ジョン。帰りたいなんてバカなこと考えてるの？目を覚ましなさい。そうよ、ここは1972年。金輪際帰りたいなんて考えないことね。そんなこと誰にもできないんだから。落ち着きなさい。もう片付けたわ。ずいぶんと消耗しちゃったけどね。でもまだあんな奴らのことを気にしてるなんて、あんた頭おかしいんじゃない？あんな奴らを挑発して死にたいの？死んだら300年前に戻れるとでも？あんた
そのうち無様に死ぬでしょうね。現実を見なさい。300年前から来たのは、ここではあんたと私だけ。バカみたいに暴れていると、すぐに命を落とすわよ。あの夜に何があったかわからないけど、あんたからは確かに私の匂いがするの。そう、私の匂いがするということは、契約が成立したということ。その瞬間から、あんたは私のしもべになったのよ。イエラー・レスター。遥か昔からやってきたヴァンパイアよ。何がおかしいのよ。信じないの？どうやら信じるつもりはないみたいね。証拠があるわ。首に私の印がある。ここよ。300年前、あのウロの中で、私とあんたは契約を交わした。その首の印が契約の証よ。考えてもご覧なさい。普通の人間が、ヴァンパイアに魂を売ることなく、300年も生きられると思う？気を失ってた？恥ずかしげもなく私のそばにいて、何を企んでたか知れないわ。そんなの誰が知ってるっていうの？つまり、契約は成立したの。300年前からあんたは私のしもべだったのよ。もちろん、私にも主としてあんたを守る義務があるわ。少なくとも、あんな不良どもにおもちゃにさせたりはしない。安心して。あんたは私のしもべよ。傷つけたりはしない。それに、あんたの血にも興味はないわ。行きたいならご自由にどうぞ。一定以上私から離れたら、あんたはたちまち骨の山。さまよう魂になるだけだもの。300年前に死んだことになってね。この300年間、ずっと私があんたを守ってきた。どうやって逃げるかよりも、どうやって私に報いるかをまずは考えなさい。急がないわ。時間はあるもの。目覚めるのが予定より200年も遅くなっちゃったけど、準備は万全に整えていたもの。今はあんたというしもべもいるし、大した問題じゃないわ。
なぜ？あんたのことは全くの想定外よ。でも、悪いことばかりでもないみたい。私と来なさい。あんたの運命はすでに私と共にある。それは呪われた運命であり、同時に祝福でもあるね、ジョン。冗談よ、レイラ。起きて着替えて、それから私についてきて。さっきの不良たちから剥ぎ取ってやったのよ。そんなボロボロの服で私についてきたら、みんなに誤解されるでしょ。当然よ。私を誰だと思ってるの？え？もちろん。面倒なしもべね、早く着替えなさいよ。着替え終わったの？私の家よ。準備は万全だって言ったでしょ。みんなあんたみたいにバカだと思わないでちょうだい。あの階段を見て。三段目の下に細工をして鍵を隠してあるの。黙って探して。まだ。まったく、私がやるわ。私が先に入るからここで待ってなさい。気をつけなさい。腐った板が見えなかったの？その上踏み抜くなんて。
これが見えないなんて目が悪いにも程があるわ。冗談みたいなチャンピオンね。私のつま先の視力の方がいいんじゃない？何よ、びっくりするじゃない。そんな地下室が！どうして？まさかそんなはずは。うるさいわね、余計なことばっかり。ここには私が苦労して貯めた財宝があったの。何笑ってるの？いいえ、笑ったわ。私のこと笑ってたんでしょ？だから何笑ってるのよ。ガラクタの上に座る羽目になるなんて思いもしなかったわ。あの財宝を集めるのにどれだけ苦労したか。あれだけあれば何を買うにも問題なかったはずなのに。過去を呪うしかないわね。忘れないで。私は一般人じゃなくヴァンパイアよ。財宝みたいなものは勝手に貴族のもとに集まるようになってるの。あんたね。黙りなさい。次行ったらあんたの口をベッタベタに引き裂いてやるから。残しておいて
あんたが食べなさい。いいえ、食べるだけ無駄だもん。あんたバカ？言ったでしょ、私はヴァンパイアなの。吸血鬼。わかる？そうよ、血液以外の食べ物は味も匂いもしなければ、食べても食べなくても同じなの。関係ないでしょ。うるさいわね。おやすみなさい。本当にバカね。こんな簡単に騙されるなんて。金貨を譲ってくれた貴族と同じね。バカね。お腹が空いたら食事をする。ヴァンパイアがお腹を空かせたら血を飲む。それくらい常識じゃない？餓死しそうな時にパンがまずいって思うかしら。あんたは今にも餓死しそうな時にそんないい加減な約束を気にするの？このバカ、何をめいてるのよ。まったくこの愚朴、主人を起こすなんてありえないわ。ねえ、何ポカンとしてるのよ。あんたに聞いてるのよ。愚問ね。あんたはいくつパンを食べたか覚えてるの？あんた、あんたの記憶は30秒しか持たないの？言ったでしょ？あんたの血は吸わない。いい？あんたは私と契約したしもべ。あんたの血には私の匂いが残ってる。自分の血を吸うとでも？それに、私はグルメなヴァンパイアなの。病人の血、弱者の血、敵意のない者の血は吸わないわ。もしあんたが私のしもべにならなかったら、それは当然、弱者ね。悪い奴らじゃなさそうね。普通の人ね。
行くわよ、しもべ。300年前にこの家の主人だったと言って、誰が信じると思う？どうでもいいわ。必要なものはなかったんだもの。何よ、何が言いたいの？言ったわね、また言った。本当に憎らしい愚朴なんだから、少しは悔い改めなさい。ヴァンパイアは頻繁に吸血する必要はないの？一度食べればかなりの期間持つわ。なんなら、あんたもヴァンパイアにしてあげましょうか？あんたの体中の血を吸って、私の能力で私の血をもう一度あんたの体に流すだけ。人間のしもべのままにしておく方が都合がいいわ。少なくとも食料を分け合う必要がないもの。わからないわ。とにかく町へ行ってみましょう。300年後の町はあんなに大きいんだもの。私たちの居場所だってあるに決まってるわ。あの日からきっと全てが動き出した。過去の時を飛び越えていくあてもなく彷徨う街の中、交錯する影を見つめ、ただ立ちすくんでた。暗闇の中、灯る君という温かく優しい日をずっと探してたんだ。暑い。ゆっくり歩きなさい。太陽の下じゃ
早く歩けないな。そうならいいと思ってるんでしょ。